はい、どうも、はじまきよしろうです。いやーね、なんか喋る気なんないねって言いつつ全然喋るっていう。なんかテレビがつけっぱだ。もうこいつほんと邪魔だな。ここにあるでかい机でもこいつのおかげで、いろんなもののおかげで重宝してるけど、こいつのおかげでそのベッドの俺がいつも寝てるところにさ、枕元のなんかリモコンとかが取れないんですよ。いやーめんどくさいね世の中ね。俺の世の中それだから。まあ本当にそうなんだけどね。ふざけてね、そのちっちゃい物事をのことを大きいもので言うっていうボケじゃなくて、本当に引きこもりだから、ここが世の中みたいなもんだから、うん、それちょっと悲しいよね。事実になっちゃうっていう。ちょっとね、めんどくさいから一応ここに引こう。このね、足踏み機を俺はもうしっかりとやるよ。最近適当にやってたけど、500歩するまで一応終われない。本当はノルマね、一応ノルマ2500歩なんですけど、やっぱりね、めんどくさくてできないよね。滑り防止マット全然滑んねえよ。滑り防止だから滑り防止ってなんだ、滑り止め。俺はちょっとね、血が足りないんだよな。なんか、いや血は足りてるけど、下向いた時にさ、あ、もう俺これだから、めんどくせえ。めちゃくちゃふざけてんじゃん。危な。やっぱ自然体じゃないとね、ダメだから。だから話すことなんてないんだよ。だから何も話さないとね、光明が見えてくるっていうか、その無理に話そうとするとやっぱりそのやる気は起きないんだけど、そのじっとしてるとね、俺の心の中っていうか、内に潜むね、おしゃべりの欲が引っ張り出されるんですよ。カメラの前で黙ってんじゃねえよって言ってね、あ、悪魔とも言える俺のね、あの独り言のねやつが出てくるので、そいつを引きずり出すためにしゃ黙んなきゃいけないっていうのを喋ってんのよくわかんないね。昨日はリハビリだったからね。あー疲れ、すぐ疲れ。今日はこんくらいにしとこう。俺は自分に甘いから、今日こんくらいで許しといてやるわ。動画まで一回風呂入ってきます。体痒くてしょうがない。じゃあ